ボビー野球と新庄ビッグボス野球の違いについて、違いもしくは似ているところについて。あ、共通点もあるんですか。共通点もあるけども、はい、内容が違うっていう。あ、だからまあ全体的に大きく分けたら、はい、新しいことを取り入れて日本球界ではやってるっていうところに共通点あるんですよね。そうですね、うん、新庄さんもそうだし、はい、いろんな新しい改革をしながらやってるっていうのもあるし、うん、はい、ボビーもいろんな改革をして他の人に批判を受けながらやってきたっていうのもあるんだよね、はい、ってなった時に、でも一番最初の違いがもう大きな論点の違いになるんだけど、はい、日本一を目指してるボビーと、はい、優勝を目指してない新庄さんになる人あー、まあ到達点が違うというか、ゴールが違うから、うん、もうそこに論点のいろんな誤差が入ってくるんだけども、はい、うん、だからじゃあボビーで言えば、はい、新庄さんで言えば、うん、キャンプとかね、うん、で新しくやったので言えば複数ポジションだったりとか、はい、オープン戦とか練習試合中でも、うん、2アウトになっても全部のアウトをホームへ返球するとかね、はい、車の上に登ってこうやってなんかその高さにやるとかね、はい、選手が監督やるとか、うん、ガラガラポンで打順決めるとかっていうのが、はい、まあまあオープン戦キャンプと多くの人たちのメディアに目につく、うん、まあ、分かりやすい新しいやり方ですね、はい、うん、ボビーで言えば、はい、まあ、袴田さん多分知らないと思うけど、はい、そんなんおかしいやろって思うこと今から言います、はい、ね、ボビーで言えば、はい、アップに社交ダンスを取り入れるとか、うん、そんなことしてたんですか社交ダンスのステップね、はい、でも俺はちょうどその時2006年のキャンプでやってたらしくて、はい、俺はちょうどその時2006年 WBC あるから本体とは別に鹿児島でメンバーだけでやってたから俺はそれやってないんだけど、すごい、うわー、やって今やってくださいって言いたかったなんかでもあの帰ってきてから やるんだけど、みんなはもう半月以上それやってるからできるけど、俺ら今言われても分かんねえよみたいな、もうなんかタンタタンタタンみたいなのステップをアップに取り入れてなんかリズム感を養うみたいな、おかしいやろ、なんで社交ダンスなんだろうみたいなでボビーが社交ダンスしてるから、そうなんですか、球場で戻ってたから試合前ダンサーと、あとは、はい、イヤホン持ってきて、はい、全員に配って、はい、で線あるやつね、線 はい、今だとコードやったけど、はい、うん、コードはあるやつで、はい、でもコードは何にも繋がってないんだよ、はい、でそれをして、はい、アップ、なんで、うん、歓声が聞こえてくるでしょと、はい、優勝した時の、はい、歓声が、うん、イヤホンから、え、聞こえてこないでしょ、いや、え、聞こえてこないようなやつは日本一になれないんですよイメージして想像しなさいと、はい、だから、はい、イヤホンから、はい、優勝した時のファンの歓声が、はい、チームメイトの歓喜が、はい、映像が、はい、脳内に蘇ってきて聞こえてきますって、はい、それを感じながら、はい、練習をスタートしましょう。で、まあ、俺は聞かれなかったんだけど、はい、アップ終わって、はい、選手は呼ばれて、はい、何が聞こえましたかって言われるから、こんなん聞こえるわけないやんってやってるけど、はい、そしたら、いや大観衆の歓声がとか言ってんだよ、はい、バカかこいつと思ってえ、でもやっぱ私なんかグーってやれたらいい、嬉しいので、うん、言いますけど、うん、じゃあ反対にもう全然聞こえませんって言ったらどうなるんですか、うん、マジ切れされるよえ、切れるんですかボビー、マジ怒りされるよ、はみたいな、もっとしっかり考えてください今って言われるから、もっとしっかり考えてよく聞いてみてくださいって、はい、聞こえませんかって言われるから、え、聞こえないんですけど、そんなわけないって、もっと気持ちが足りない、はい、もっと考えないと、はい、それじゃ一軍でプレーできないって。ボビーはやっぱ真剣ですね、うん、本当に聞こえないイヤホンに関して もう本当に熱を持ってやってるってことですね、どうなんだろうね、分かんないけどでもあの聞こえないって言うとマジ切れされる、はい、じゃあだから、まあ、こんな変だな聞こえないなと思ってても信じなきゃ、ね、信じる者は救われるです本当そうですね